夏夢なぎさ、夏夢なぎさ、実況を始めていきたいと思います。そろそろ羊ルートもありそうだなって感じですね。そろそろね、はい、やっていきましょう。いきなり重いけど、部屋に入ると今までになく深刻な顔で佇む羊がいた。先輩、うつむかせていた顔を上げ、すでに泣き出しそうな目で羊が俺を見る。先輩、ひどい顔してる。せっかくの男前が台無しだよ。100年の恋も冷めるか。そうなったらいいのに。つぶやく声を聞きながら鍵の近くの机に置く。俺の気持ちは変わらない。羊が好きだ。羊、前に聞いたよな。もし今の羊に会ったら、俺はお前を好きになったか。うん、あの時は悪かった。そっけない返事しかできなかった。俺は過去がないから、過去に対して共感だった。自分だけじゃない、相手の過去に対して。だからな、俺は何一つうまくできない。結局、自分のことしか見えていなかったんだな。全部話すよ。全部話すから、もう、美浜のこと許して。帰ってね。なんだよそれ。いっぱいごめんね。美浜のことは忘れて、他の誰かと過ごして。許すも何もないって言ってるだろ。俺はただ羊と一緒に帰りたいだけなんだ。そっか。そしてしばらく羊は無言で床を見つめながら、全部なくなったの。え、あの火事で全部なくしちゃった。火事、ファンの暴走による無償への放火。そうして羊は、楽しかったボーカル活動もやめるしかなくなって、ずっと病院にいた。でも美浜、根が単純だからそんなに悲観してはなかったんだよ。いっぱい多くの人が歯が立ちは違っても、アイドルやってた時と変わらないぐらい誰かがそばにいてくれた。パパもママもそれまで以上に美浜のこと大事にしてくれた。愛してくれたと思う。ファンのみんなからもいっぱい手紙もらった。ゆっくり立ち直れるような気がしてた。みんな温かいなって感謝してた。信じてた。信じていたかった。そこで羊は言葉を詰まらせるつもりでした。そうな顔だった。こうして羊に全てを話すことは、ひどい苦戦を強いていったと気もした。罪悪感が込めだけど、俺は何も言わないまま静かに続きを待つ。知りたかった。歌ってほしかった。一緒にいた頃俺たちはお互いその勇気がなかった。そうしなければならないと思った。あんなの見なければよかった。多分美浜をお見舞いに来てくれた誰かが写真に撮ったやつだと思う。その人にどんな意図があったのか知らないけど、
それをネットに公開してた。ショックだったけどね、同時に興味を持ったの。そこに応援のメッセージとかあるかもしれないって思っちゃった。やっぱり恋しかったんだ、みんなの声が。いっぱい励ましてもらってたのに、それでも足りなかった。まだ慰めてほしかった。でも見なければよかった。あんなの見ちゃいけなかった。期待しなければよかった。あれからもう誰の顔も声も素直に聞くことができなくなった。パパもママも誰の視線も我慢できなくなった。怪になりたいって言葉があったよね。あんな気持ち、誰もいない真っ暗な海の底で、何も見ず、何も聞かず、そんな風に暮らす以外に、もう、美浜には行きようがないと思った。そうしたかった。カウンセリングの先生が、しばらく遠くに行ってみるのがいいかもしれないねって言ったの。ずっと遠くに、という言葉は魅力的に聞こえた。そうしたいですってお願いした。パパとママは反対しなかった。ただ、申し訳なさそうにしてた。ここに来たのは初夏の頃だった。まるで時が止まったみたいで、サナトリウムは静かで、少しだけ、美浜には居心地がいいみたいだった。だけどやっぱり、一人は無理みたいだった。読んでた小説にね、ペットの猫に小型のカメラつけて潜入させる探偵物があったの。最初は、単なる暇つぶしにやってみた。ほとんど話したことのない、ここのスタッフの人とかが、のんぽりに声かけてくれるの。みんな優しいんだ。猫は可愛いから優しくしてくれる。昔、美浜にそうしてくれたように。あそこには、美浜が失ったものがたくさんあったの。でも、あの日、急に、ものすごい音がした。すぐには何が起こったのかわからなかった。のんぽりの苦しそうな声とか、全部美浜にも伝わってきて、怖くなった。さっまで取り巻いていた空気が、全然別のものになったのがわかった。そして、聞こえてきた。見ろよ、あれ。うわ、えぐかなりキモいな。何あれ、超グロいんだけど。猫死んでる。うわ、モロじゃん、モロ。役所さっさと掃除しろって。わいせつ物放置罪じゃないの。わいせつは違うっしょ。黒猫すっごー。マジでこの写真、あの美浜千尋って。あの事件ってマジだったんだな。ショックだよ、俺ファンだったのによ。まあ、女なんてのは一皮むけばみんなこうなんだよ。壊れそうだったんだよ。あんな風にして美浜はもう一回死のうとしてた。美浜さん、どうかしましたか。美浜さん、開けてください。もう誰にも会いたくなかった。見られたくなかった。窓が開いていて、2階のこの部屋からでも真っ逆さまに落ちたなら全部終わらせることはできるかなって思った。それで身を乗り出して。だけどその時、どけ。何こいつ、何すんのよ。先輩が来てくれたんだよ。抱いてくれた。救ってくれた。
お前生きてたのかよ。だったら泣いて助け呼ぶくらいしろよ。助けて。あ、美浜を助けて。ああ、わかった。もう大丈夫だからな。あの子を通して先輩に抱かれながら、美浜はやっと救われて、あの子を通して、どうしようもなく先輩のことが好きになった。会いに行きたかった。朝になれば動物病院に来ることも、カフェによくいることも、全部知ってたから。でも、美浜はこんな姿だから、先輩に好きになってもらえるわけないから。そう思うと、一層悲しいだけだった。やっぱり、外の世界なんていらなかった。恋なんて、しなければよかったのに。歌をやめて、家族と離れて、もう何も欲しいものはなくて、ただ静かに暮らせればいいと思ったのに、あんなに好きになっちゃった。どうしようもなく会いたくなった。会って、好きになって欲しかった。昔の、あの頃の姿で先輩に会うことができるなら、命だって差し出してもいいと思った。その時に、大樹のことを聞いたの。全然信じたわけじゃなかったけど、何でもよかった。悪魔と契約する方法があるって言うなら、すぐに試したよ。夜、ここを抜け出して、病院までのんぽりを迎えに行った。それで、一緒に森に戻って、そのまま海を目指して歩いたの。森の道なんて全然わからなかったけど、なんとなく海の匂いを感じながら歩いて、やっと浜辺にたどり着けた。海の向こうに大樹が立っているのが見えた。それで目の前には小さな船があったの。まるで美浜、船なんて乗ったことなかったけど、迷うことなく海に出た。必死に漕いで漕いで、ただがむしゃらに大樹を目指したの。いつの間にか大樹の目の前に来てた。あなたが願いを叶えてくれるというのなら、聞いてください。返してください。今も未来もいりません。ただ美浜は、あの頃の自分に戻りたい。美浜に、あの時の時間を、返してください。あの頃の姿に戻って、それで、会いたい人が、いるんです。好きな人が、いるんです。その人に会うために、少しの間だけでも、忘れないよ。クリスマスまでの限られた時間。だけど幸せだった。先輩に受け入れてもらって、暖かな時間を過ごすことができた。本当は、それでよかったのに。願いは叶えられたはずなのに、約束通り魔法は終わって、全部綺麗な夢のように覚めるだけだったのに。美浜はその夢の時間を大切に抱きながら、ずっと一人で静かに過ごせればそれでいいと思った。でもそうはならなかった。元の時間に戻った時、以前よりもずっと悲しい時間が待っていた。先輩がいない時間が、
うしようもなく辛いの。いくら大好きな猫に囲まれても、先輩がいないよ。今の私には先輩がいないよ。先輩に愛されないよ。こんな美浜じゃ先輩のそばにいられない。先輩が好きなのに先輩に会えないよ。視線の裏側にある。何も分かってねえじゃねえか。その時俺に救われたと思ったのなら俺を信じろよ。先輩、羊のことが好きなんだよ。これからも魔法が解けただなんて言われたところでどうして忘れられるんだよ。羊に救われたんだ。羊と言いたかった。好きなんだ羊。それは羊が結局何を背負っていようと変わらない。変われないんだよ。今がいらないとか未来がいらないとか悲しいことを言うな。俺は一体羊と進みたくてここに来た。会いたくてここに来た。一緒に帰るために来たんだよ。鍵を手に取る。羊と暮らす。と一緒に帰る場所の鍵。こいつを渡したくて来たんだよ。頼むから受け取ってくれよ。気がつけば俺は羊の前に包み出て膝もついていた。イノシシを食うみたいに羊を見上げていた。そうして差し出していた次を。先輩、目を見開いて羊が俺を見ていた。信じられない何かを見るように俺を見ていた。とても長く俺を見ていた。やがて俺が差し出した手のひらの上、小さな鍵を見る。この鍵、本当に美浜がもらっていいの？ああ、もらって。ここからは出られないよ。ごめん、ごめんね。ああ、そう、あとは待つことしかできないんだろう。けど、でも、また、また明日も来てくれる？Thank you.
さて、エンディングはカットさせていただきます。はい、カットです。眩しそうに抱きしめるからね、幸せは。さて、先輩先輩、エピローグですね。先輩先輩先輩、なんだ。あのね、今朝夢を見たの。夢？旅をしている夢。美浜は猫なの。猫になって世界を旅しているの。へえ、それは楽しそうだ。楽しくはなかったよ。野良猫でね、家族も友達もいなくて、ずっと一匹で旅をしているの。残飯を漁ったり、誰かに餌をねだったりして、いつもお腹を空かせているの。どうして旅をしているのかもよくわからなくて、ただひたすら歩いて歩いて、土地から土地へと移り続けるの。でもある日ね、先輩と出会うの。俺も猫だったんですよ。違うよ。先輩は怪我をしていた美浜を拾って家へ連れて行ってくれるの。それから美浜をいっぱい可愛がってくれて、美浜はそこでずっと幸せに暮らすの。それで猫の美浜は思うんだ。この部屋にたどり着くためにずっと旅をしてきたんだなって。それで先輩の部屋のあったかいベッドでうとうとしながら、これが夢なら絶対に覚めませんようにって猫の美浜は願うの。もし目が覚めて、どこか冷たい路地の裏に一匹でいたことを思い出してしまったら、すごくすごく悲しくなって、きっともう一人ぼっちで旅は続けられないと思うから。でも夢だからやっぱり覚めちゃって、美浜は猫の気持ちのままですごく悲しくなるの。だけどね、横に寝てる先輩を見つけてほっとするの。美浜も猫も。先輩先輩、先輩先輩先輩、どうした。美浜はずっとこの部屋にいていいんだよね。ああ、ずっといてて。うん。パルの夏の日、海の見える部屋で、さて、この人や。はい、羊ルート完結です。なんとかなったな。もう最後の最後までどうなるかわからんかったが、なんとかなってくれた。羊ルートこれで完結して、あとは歩むストーリーチャプター2から多分チャプター4ぐらいまであるんだろうけど、あとはそれを順番にやっていこうと思います。それでは本日の実況ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。